どうも、トモヤンテニスチャンネルトモヤンです。今回はカナダの選手で、デニス・シャポバロフ選手がやっている片手バックハンド、ジャックナイフですね。ちょっと飛んで打つやつですね。ちょっと僕やったことないんですけど、ちょっとやってみようかなと思います。ちょっと見てかっこいいな思ったんですよ。ちょっとできるかなと思ってやってみるんで、ちょっとお願いします。見ててください。はい。自分なりに、やってみます。あれですね、入ればむちゃくちゃ上から打てるんで打ち込めます。おお、あっ、今のはいいですね。わかりました。コツはつかめました。ただ体力の消耗が 2.5 倍ぐらいあるんで、たまにしか使わない方がいいかもしれませんね。でも威力はすごい出ます。やっぱり飛んでるので、あの錦織のエア系というのが出ますね。上から叩いていく感じ、ちょっと体力が持たないんで、この辺で失礼させて